はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス。続きやっていきます。さあ、迷いながら、ファーシストたちと戦ってます。一人やった。さあ、どうしますかね。もういないのかな、この辺には。でも声がするな。こっちが出口だったかな、もしかして。すんげえ入り組んでんだよね。あ、待って、これ来たことあんな、この道。あ、元来た道戻ってたのかな、もしかして。そんな気がしてきた。こっちかな。あ、ここ来たな。登ってもダメだ。マップの矢印を見ていかないと、やっぱ迷っちゃうな。あ、そうだ、ここだ、ここ。ガスマスク拾った。あ、なんかトラップ臭いものがあるよ。これどうすったらいいんだっけ。トラップじゃないのか、これ。ジャンプ、トラップで、トラップだ。解除方法がわからないのでパッパと言ってしまう。燃やして、日記ゲット。これサプレッサーじゃないな。燃やしつつ、いやー、クモの姿に変わるとすごいな。ライター、燃やして、開けて、ああ、やっと出れた。こっちで休んでくれ。ああ、やっと休める。まもなくポリスに到着する。あ、ポリス到着する。ブラックケーキ抜けれた。奴らは普通のミュータントじゃない。何か別の、もっと恐ろしいものだ。怖い。ん？あれ？階層かな？どこだこれ？え？あ、動ける。ミュータントの声。檻みたいなところがあって先行けない。何をしている。え、あ、こっち、こっちか。え、危険な現象だと思うかね。だがその有害さはある意味火と同じ。全ては捉え方次第。物事はよく理解してから判断を下すべきだ。さあ先へ進もう。ここは危険だ。
あの瞬間に自分が感じた気持ちを言葉で表すのは難しい。疲れ切ってはいたが、目的を達成した喜びも実感していた。ハンターの伝言さえ伝えれば、僕の故郷の救出については力と知恵のある面々が決めてくれるだろう。僕の役割はそこで終わりだ。ポリスって書いてあるな。第5章希望。やっとポリス駅に着いたのかな。おい、レールから乗れ。エンジンを止めろ。動くな、名を名乗れ。我々はファシストだ。この駅を奪いに来たぞ。ウルマ、お前か。ペドロビッチがいなくてよかったな。あいつに冗談は通じないぞ。そいつはアルチョムです。彼は辺境から来た。そうか、通ってくれ。なんかみんなかっこいいゴーグルつけて。ここがポリス駅。お、広い。ロシア語で書かれてるけど、ここがポリス駅。ミラーという名の男を探す。でドクターが渡すんだ。ポリスへようこそ。クラスノフ隊長だ。長い道のりだったろう。どの駅から来たんだ。エキシビション出身だ。なんだ、自分で喋れんのか。なあ隊長、彼は初めてポリスに来たんだ。地獄をくぐり抜け、ハンターのメッセージをミラーに届けに来た。息抜きさせてやってくれ。わかったわかった。着替えなら向こうに服がある。装備はここに置いていった方が安全だ。ちゃんと洗って返せよ。少し休むといい。アルチョム、俺はミラーを探す。任務で留守にしてなきゃいいな。そうそう、ロビーの奥で体を洗うのを忘れるなよ、フルマン。勘弁してくれ、余計なお世話だ。元気な子供が欲しくないのか、アホめ。結構清潔感漂うポリス駅。ミラーをね。やお、さあらっしゃい、ぜひ買ってきな。ミラーを探さないと。弾薬の交換だ。弾薬で一番の交換レートだぞ。弾薬はひとまず OK で、武器二つ売ってるけど、ひとまず OK。 好きにしろ。好きにします。それからブラック駅で彼らを待っていました。ところでファシストがとうとうブラック駅、ウルマンがあっちに行った。間違いなくこちらに忍び寄った。あ、なんかある。日記、日記も結構ね、いつまいか溜まってんね。報告します。アルジョ、私がミラ、あ、ミラ、ハンターからのメッセージはどこ。こっちだ。やっとミラに会えた。ディスカウントだ。カジノ名人が作った最高級の銃だぜ。ああ、うん、そうか。ポリスまで届けてくれた礼を言う。勇敢な行動だった。これから緊急会議を開く。呼び出しを受けたら状況を報告してくれ。すべての議会メンバーは会議室に集合してくれ。繰り返す。すべての議会メンバーは会議室に集合してくれ。彼を会議室まで案内してくれ。会議室。おお。お前、なんでいつもそんなに飲むんだよ。すっごい発展してるな。釣りしてる。やることあるだろう。おう、あ、そうだ。
4時間後ぐらい。信じられん。なんてこったアルジョン。驚くべきことに議会はお前の駅を見捨てる決断を下した。お前の見せた勇気が彼らにないのは恥ずべきことだ。しかしメトロはポリスだけではない。まだ他にダークワンの脅威に立ち向かおうとする人々がいるはずだ。いいか、よく聞け。レンジャーが保存状態のいいミサイル基地を町の近くでいくつか見つけた。一部は起動し、ダークワンへのミサイル攻撃に使用できるかもしれない。問題はミサイルの発射は司令部、通称 D6 からしか行えないことだが、その所在地もそれが使用可能かすらまだ分かっていない。しかしながらその情報を得られる場所なら知っている。地上に巨大な図書館がある。危険な場所だが軍事文書保管庫が設置されている。そこに行く必要がある。ここで別れて目立たないよう行動しよう。お前はここから上に向かってくれ。手配はしてある。図書館の入り口に来たらそこで合流しよう。いいか、おいアルジョン、慎重にな。オッケー。もう一つ伝えておこう。我々は戻り次第スパルタ基地へと向かう。レンジャーとそこで合流予定。議会の会話のシーンはなかった。 D6 への道行くぞ。でそこに日記があった。で多分声的にあのプロローグであの最初に2人で行動してたシーンがあったんだけど、多分声的にミラーだったんだよね、きっと。あれが多分後々ミラーと2人で行動する場面があるんでしょう。議会の判断にはショックを受けたが、ミラーの案で希望を取り戻した。僕は D6 の謎を解き、無数のミサイルを目覚めさせる方法を探すため再びモスクワの廃墟へと上がっていった。再びモスクワの地上へ。 D6 の謎を解く。さあマスク、さあファシストはまだうろついてんのかな。明るい。ファシストじゃないものがうろついてそうだな。さあ落ち着いていきますか。ガスマスク、明るい。さあね、亡きブルボンには相手にしない方がいいと言われたからね。進んでいこう。ああ、ノサリス。あ、2発で倒れた。モンスターといえども消音武器がいいかな、バレないように。よいしょ。あ、これ割れるのかもしかして。おお、あ、こっち逃げよう。飛び回ってんな。入れ。お、まだいる。リロード。うわー、危ない危ない。たくさん出てくる。リロード。入れてて治療。いやもう建造物とかはね、もう倒壊しながらも形はいくつか残ってるから、なんかもう気がめいりそうな3度目のモスクワの地上だけど、行こうか。
硬いな。リロード。いやいやいるいるいる。何の音？え、めっちゃいるよ。ちょっと待って、え、ノサリスめっちゃ痛い。まさかこれ全部あい、ちょっと待って、これはやばい。リロード。こいつはまずいぞ。リロード。リロード。銃声？あ、仲間。ちょっとウルマンか？いや違う、普通に仲間だ。頼もしい。陣形を整えろ。ありがたい、助けに来てくれた。図書館にて D6 について記された文章を探す。図書館ってことは、あ、これこの辺のどれかか。とりあえず敵を倒さないと。とりあえず接近戦はショット感がバッチリ。リロード。まだ来る。どのトロフィーが手に入っていくな。入れ入れ入れ。待っていたぞ。よし、よかった。心配した。ミラーか。やっぱやるべきことは覚えてるな。軍事文書保管庫に行く必要がある。図書館本館の下のどこかにあるはずだ。そこへはメイン閲覧ホールを通っている。よし、ここは冷える。出発だ。別れるって言ったけどすぐ来てくれたミラー。ここからミラーと一緒に行動。ビルダーを交換。みんな行くぞ。じゃあミラーと兵士 A さんと行こう。ここはマスク外しても大丈夫かな。ダメだ。なんだこの花。兵士 A さんに見張っててもらおう。やけに静かだな。みんな、鳥の群れがこっちに来るぞ。気をつけろ。鳥の群れ。アイゾン、ダニーラ、早くこっち、扉を塞ぎ。ダニーラ。ああ。開ける方法。あ、え、何これ。
開かない。これ何？いや、ダッシュ気持ち悪い。うわー、何これ。何これ。うおー、いやー、なんじゃこりゃ。コウモリ、扉開ける方法撃てばこれは解ける。なんかあるっぽいぞ。うおっ、開かない。こっち開かないか。あれ、なんもないここ。あ、これか。よし、あ、おお。よし、こっち開けてもらえるかな。逃げるなよ、帰るときに相手をしてやるからさ。冗談だよ。よし、もう少しで引き裂かれる。結構時間かかっちゃったけどね。よくやった、アルソン。天井から伸びてるこの気色悪いうごめく生物みたいなのは何なんだ。見てみろ。あ、え、うい、あ、入ってくる。誰か下手もこいたか。ガスマスクをつけてりゃどうせ匂わんさ。何を見てみろと。アルジョン、両側の部屋を調べて、ドアを開ける方法が分かると。両側の部屋。おい、こっちは A&B ストロマッキー、ロボーのピクニック、どこかで聞いたような。こっちは開かないな。こっちも開かないしな。ここからは特に何も見えないな。なんかそこに投げてみようかな。よっ、ダメか。あ、割れた。ん？こっち行けるな。おっと、あ、鍵かかってる。いや、ハエがすごい。開かない。なんか鍵かなんかあんのかな。あ、光ってる、これだ。よし。いいぞ、ダニエル、行こう。
何の声？続くんだ。うわ、まだ広いな。聖者の書で読んだことがあるだろう。かつての美しかったに違いない。ライバルリアだ。ん？いいか、アルト。ライブラリアンはここに最も危険な生物だ。一匹でも出くわしたら、二匹ならどうするんだ。決して戦うな。だが逃げ出してもいけない。奴らは目を合わせれば攻撃してこない。目を合わせなければ攻撃してこない。決して奴らから目をそらすなよ。背中を見せた途端殺される。エンダーマン。ライブラリアンが緊張してきたら動け。だがゆっくりとな。もし撃ったりしたら目を合わせてようがいまいが再び何かを目にすることはないだろう。えぇ、マジか。うっ、誰が後ろだ。ああ、ダニラ。あー、ダニーラ。あー、やばい、ダニーラ。ダニーラ、まだ生きてるぞ。アルジョム、私は彼をポリスに連れて行く。地図は自分で探してくれ。これがフロアの平面図だ。軍事文書保管庫への入り口は図書館1階のどこかにある。ライブラリアンの通った扉から行けるはずだ。あまり時間がない。夜明けが迫っている。あっちか。すぐに行け。ライブラリアンに関する忠告も忘れるなよ。できるだけ早く戻る。行け。オッケー。ダニーラがやられてしまったから、ミラーが一旦ポリスに連れて帰ると。よし、じゃあ切り替えるので、じゃあ今回ここまでしようかな。ライブラリアンっていうちょっとエンダーマンに近い恐ろしいモンスターがまた増えたので、目を合わせないようにして逃げも打ちもしない。難しそうだけど、じゃあまたここからやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。